吉子さん、はい、私は日本共産党を代表して、給特法の改正案について反対の討論を行います。本法案は、公立学校教員に1年単位の変形労働時間制を導入しようとするものです。厚労省の通知によると、この制度は、恒常的な時間外労働はないことが前提だとあります。 2016年の勤務実態調査でも、小学校では月59時間、中学校で月81時間もの時間外勤務が蔓延していることが明らかな公立学校教員に制度を導入できる前提など全くありません。大臣は、月時時間の時間のの外労働を上限とするガイイドラインの遵守を が大前提として制度を導入するとしていますが勤務時間の把握もこれからです始業前にタイムカードの打刻ができない打刻時間を指定されるといった虚偽の時間把握も蔓延していますそもそも制度導入の是非を議論できる段階にはないのですまた政府はこの制度は休日まとめ取りのための制度と説明していますが 年給や代給の活用など、変形労働時間制以外の手段で、休日をまとめ取りすることは可能です、むしろ休日が取れないほどの業務負担が増大していることこそが問題です。また、平日の定時延長により、長時間労働が助長される懸念もあります、民間の職場では、変形労働時間制で働く労働者の方が、月15時間も労働時間が長くなっているという調査があります。 また、変形労働時間制の導入によって管理職の事務負担が大きく増えることが質疑で明らかになりました。1年単位の変形労働時間制は、1年間という長期にわたり、8時間労働の原則を崩す重大な労働条件の不利益変更です。だからこそ、労働基準法は、1年単位の変形労働時間制の適用条件として、過半数労働者の同意を必須とする労使協定の締結など、厳しい条件を課しているのです。 本法案で地方公務員である教員に労使協定さえ結ばずに、条例で変形労働時間制の導入を可能とするのは、労使対等原則の改悪にほかなりません。教員の長時間労働を是正のためにすぐやるべきは、教員の持ち込ま数の上限を作り、それに応じ、教員を抜本的に増やすこと。 全国学力テストや、多すぎる研修など、多忙化の原因となっている業務を文科省が削減すること、そして給特法の残業代の不支給と、労働基準法第37条の適用除外の規定を削除し、教員に働いた分の残業代を支払うよう、抜本改正することです。日本共産党は、教職員の異常な長時間労働をなくし、子どもたちの豊かな学びを保障するために、全力を尽くす決意を申し上げ、討論といたします。